お気持ちは嬉しいですが、私さっき朝ごはんを食べたばかりです。じゃあ少なめにしてもらうね。あ、苦手な食べ物とかある？キノコが苦手です。いえ、知り合いと雰囲気が似ていたものですから。そうだよ。あ、少なめ。食器片付けます。私も。あ、ニノさんとは東の国で。ところでニノさんは今とても落ち込んでいますよね。滅んでるじゃないですか。戦争でもあったのでしょうか。さすがに困りましたね。今から別の町に向かってもおそらく着くのは真夜中になってしまいますし、凍えてしまいそう。さまですか。お城のこんな部屋に住んでいるんですから、まあそうですよね。あ、はい。どうしてここにいるのか、どうして国は滅んでいるのか、どうして記憶がないのか、少しばかり解説させていただく。死にたくなければ読め。随分偉そうですね。私は灰の魔女、これ